どうも、フラちゃんです。じゃあ本日は9月1日から新しく行われるフィーバーということで今回は紹介していきたいと思います。まあたくさんインフェルノフィーバーとか、まああとは迷宮フィーバーとかたくさん来たわけなんですが、今回行われるフィーバーというのがこちら、9月1日から9月11日までバトルロードフィーバーということでこちらが開催されます。これはまあ非常に初心者にとっては嬉しいイベントなんじゃないでしょうか。まあというわけでどんな感じなのか早速紹介していきましょう。はい、というわけで見ていきましょう。でこちらですね、モンスターバトルロードが期間限定でパワーアップバトルロードフィーバーを開催。この機会にバッジをたくさん集めようということで見ていくと、イベント内容、まずは毎日参加券が10回分追加でもらえるということで、毎日ですからね。なので10日間あるわけなんで合計100回まあ追加でもらえるというわけです。真のモンスター闘技場のベアータと話すと毎日10回分追加でもらえます。モンスターバトルロードをたくさん遊ぶチャンスで、毎日6時に更新されて、まあいろいろこう10回もらえるようになるらしい。ちょっとまた注意事項が書いてありますね。参加券10回分をもらったことで300回を超えた分は破棄されます。あらかじめ参加券を290回以下まで減らした上で、ベアータと話すことをお勧めしますというわけで、300でカンストしてしまうわけなんで、なのでまあフィーバーで10回もらえるということを計算すると、まあ290以下にした方がお得だよねということです。はい、って見ていくと、まずこちらバトル勝利時の銀以上のバッジの獲得率がアップということで、バトル勝利時に獲得できる、まあ、銀以上のバッジの確率がなんと2倍になるそうです。まあ2倍、まあ正直微妙、まあ美味しいといえば美味しいけどどうなんでしょうか。まあバッジをね多く手に入れるチャンスです。各種バッジパックからの排出率の変更はございませんというわけなんで、バトル勝利時のみですね。まあ今でも結構ドロップするわけですからね、今以上にドロップすると考えると、まあ相当ドロップしやすくなるんじゃないかなと思います。で続いて、バトル勝利時のポイントとコインの獲得量がアップ。バトル勝利時に獲得できるバトルロードポイントとバトルロードコインの獲得量が 1.5 倍にアップ。ランクアップしたい方、欲しい景品がある方はこの機会に挑戦してみよう。10倍バトルやお出かけ便利ツールのカルバンのお手伝い道場、過去2倍バトルを含むでの獲得量もアップするそうなので、まあぜひともね、あのツールからやってもいいんじゃないでしょうか。つうわけで、まあどうなんでしょうか。まあ美味しいイベントといえば美味しいんですけども、まあこれまでちゃんとやってきた人に関してはあんまりこうやるメリットはないかなって感じです。まあ初心者には相当おすすめとは言えますね。で今回コインとかがいろいろもらえる上で、初心者さんがぜひともやってほしいことがありまして、こちらですね、絆のエンブレム、これを完成させてください。まあコインがたくさんもらえるということであれば、こちらの絆のエンブレムとか絆のエンブレム回というのがまあかなり完成しやすくなるわけなんで、まあこちらぜひとも完成させてみてください。まあこれどういうことかっていうと、これモンスターに装備させておくと、モンスターを引っ込めていたとしても一定確率で発動するんですよ。まあまず基礎効果に関しては、まあこちらですね、基礎効果、まあ、発生時に絆時に 100% で貯める。なのでたまにテンションが上がるのは大体これです。まあ別に意識してなくてもこの辺つけてる人は多いと思うんですけども、あとはこちら合成効果が結構強いんですよね。まあ例えば絆発動時に 100% で聖女の守りだったりとか、もしくは守りの霧とか、まあ結構他の人がなんかいつの間にか守りの霧、なんかレンジャーいねえのにどうやったみたいな、そういった効果が発動している時というのは大体この絆のエンブレムです。まあそういうわけなんで、普段できないような、まあ絶対にその職業ではできないし、そのパーティーでは間違いなくその効果がかからないような、そういったゼロの可能性をまあ数パーセントに引き上げられるということで、まあなのでこちらはぜひとも初心者の方作っていただきたい。まああとは残りちょっと、もう2日ぐらいしかないですけど、まあ可能であれば S ランクのところまで上げてもらいたいんですよね。まあ、これめちゃめちゃ美味しいんで、別にフィーバー来てなくてもまず報酬が美味しい。こちら虹の錬金石10個とか、まああとはね、まあバッチパック3個はまああれだけど、たまに福引き券が99枚来たりとか、なんだったら金塊が99個もらえたりとか、まあこれ相当美味しいんですよね、 S ランクというのは。まあ、A ランクもまあそこそこ美味しいんですけど、やっぱ S ランクが飛び抜けて美味しいんですよ。であとはまあコインの数とかも相当でかい。まあ今は9000枚とか7000枚ぐらいしかないですけど、当たりのモンスターが来た時にコイン枚数がまあ5万とかそれ
ぐらい超えてきたりするんですよね。まあその分ちょっと難易度も高かったりするんですけども、まあとにかく初心者の方は、まあフィーバー中にぜひともまあガチッとやってほしいんで、まあぜひともこちら S ランクを目指してちょっと進めてってみてください。まあつうわけで初心者の方、フィーバーを活かして、絆のエンブレム、そちらを作ったりとか、まあもしくはこちらまあ S ランク、それまでに何とかしておくということで、まああとはバッチなんですけども、バッチに関してはこれがおすすめとか言っても正直初心者の方はいや難易度高すぎるわみたいな感じになると思うんで、まあ人によるんですけど、まあ例えばこのキラーマシンとかだったらやっぱ攻撃力って大事じゃないですか。でさらに HP も大事となると、まあこういったスカルゴンとかめちゃめちゃ刺さるわけですね。特にこちらなんかは氷の特技のダメージが 20% されるわけなんで、こちらキラーマシンは新マヒャド斬りをまあ結構使って攻撃するわけなんで、こちらの氷特技のダメージが 20% されるということは新マヒャド斬りのダメージが 20% 増えるわけですね。まあ、しかも攻撃力も HP も上がるというわけで、これめちゃめちゃ強いです。で続いてまあダッシュランとかこういうのも攻撃力とあとは HP が同時に伸びたりとか、なんだったら属性付き以外の特技が氷特技になるわけなんで、なのでまあこちらのスカルゴンのですね、まあ氷特技のダメージ 20%、まあ、これとも非常に相性が良かったりする。ついでに獣系のダメージが 30% 上がるんで、まあそこはまあかなり特化されてますよね。であとはこちらのレッドプリンとか、この辺なんかはブレス耐性が上がったりとか、まあそういうのもあるんで、まあこの辺に関しては持ってるバッジでなんとかしてくれとしか言いようがないんですけども、まあこちらのスペシャルバッジとかこれが強いですね。プクラス、これマジで強い。まあ、まずこれ見ていきましょう。必殺チャージ率が 5% アップ、まあこれでも強いじゃないですか。まあ単純に行動しているだけで 5% で必殺技がチャージされるわけですから。さらに必殺強化ガジェット Z 式、これというのが、まあ、名前の通り道具使いのガジェット、あれと全く同じ効果、つまり乗っている人の会心率とダメージを超大幅に上げるというものですね。なので他のパーティーメンバーにも相当恩恵があるわけだし、しかもこれつけてるだけで必殺チャージ率もアップするわけなんで相当強いです。で結構プクラス光になってくるとめちゃめちゃ作りにくいんで、まあ、なのでまあこれの介護感みたいな感じにはなっちゃうんですけど、かなり強いのがこちらフォステイル、まあこれなんかもう銀でいいです。正直必殺の英雄王の領域、これというのがプクラスと全く同じ効果です。つまりガジェットと全く同じものを引けるというわけですね。まあ正直あのフォステイルに関してはプクラスと違って必殺チャージ率プラス 5% がないわけなんで、ちょっと必殺は引きにくくなるかもしれないけど、まあそれでも大ダメージ受けたりしたら必殺技ってチャージされるもんなんで、まあこれはねぜひともフォステイルめちゃめちゃ簡単に作れるんで、初心者の方はぜひともまあとりあえずつけてみてはいいんじゃないでしょうか。またレジェンドバッジに関してはまあたくさんあるんですけども、まあこれは本当にモンスターによるとしか言いようがないですね。その使うモンスター、まあ例えばそのキラーマシンとかだったらまあ攻撃力と HP 同時に上げたいとか、なんだったら守備力も一緒に上がるヘルバトラーをつけるとかで、あとは新マヒャド斬りの強化が入ってますからヘルバトラーなんかは、まあこんな感じにまあレジェンドバッジというのはモンスターごとに特化されているものが絶対一つあるんで、例えばブラウニーだったら回転アタックの強化が入っているものがあったりとか、まあそういうのがあるんで、ちょっとその辺はサクッと探してみてください。すぐに見つかると思います。まあというわけでバッジとかもその辺解説しました。で続いてはですね、まあ育てておいた方がめっちゃ強いよっていうモンスター、まあそちらも3戦ほど紹介していきたいと思います。まずは火力職竹槍兵、これガチで強すぎる。まあ育てなきゃそんなに強くはないんですけど、まあただいろんなこう最新の槍も足してとか、回心率ちょっと上げてとか、素早さもちょっと上げてってやっていくと、竹槍兵のサミダレ好きがマジで強すぎる。場合によっちゃ 1999×4 ですから、しかもプレイヤーが使うサミダレ好きと違って速度がめちゃめちゃ速いんですよね。しかも CT もないので連続してサミダレ好きをできるという特性もあります。まあ、なのでやっぱね、その単体最強といえば竹槍兵なんで、まあ、火力をガッチガチに出していきたい人、しかもついでに守備力も結構高いので耐久力もなかなかいい感じです。バトルロードの同盟バトルとかが来た時なんかも竹槍兵というのは相当使いやすいので、ぜひとも育ててみてはいかがでしょうか。欠点としては通常のフィールドで相当使いにくいということぐらいです。で続いてですね、キメラ、キメラに関してはスキルで聖女の守りと天使の守りとかその辺を覚えられるわけなんで、
回復役としてマジで優秀。ホイミスライムとかにはできないことがたくさんできるんで、しかも素早さも相当高いので、その CPU 自分が使う以外だったとしても結構いい感じに動いてくれたりします。まあぶっちゃけ言うとホイミスライムの完全上位互換と言っても過言ではないぐらいキメラというのは強いです。見た目に関してはホイミスライムがめっちゃ勝ってるんで、まあ正直どっち育てるかに関しては見た目で選んでもいいのかなって感じはするんですけど、まあただ個人的なおすすめは見た目を気にしないのであればキメラがおすすめだと思います。で最後なんですが、闇縛り、これなんかがねめちゃめちゃバトルロードでは強い。通常のフィールドであれば、まあ、別に大した役目はないんですけど、ただこちらの闇縛りですね、バトルロードであればバトルロードの敵って結構耐性がガバガバなんですよ。なので魅了が入ったりとか、普段幻惑耐性 100% のやつがなぜかこう幻惑がね食らうようになっていたりとか、結構そういうことあるんですけど、闇縛りって幻惑をかけるのめっちゃ得意なんですよね。あとは敵の動きを止めたりとか、そういうこともできるわけなんで、闇縛りが1体入っているだけで、まあ、負けることはほとんどなくなるかなって感じですね。まあというわけで、そういったサポート面がもう闇縛りというのはガチで強いんで、まあ、ぜひともサポートをうまいことやりたい人は育ててみてください。というふうにまあ3戦紹介したんですけども、正直言うとぶっちゃけ何育てても変わんないかなって感じですね。いろんなモンスターいるんですけど、バトルロードに関してはいろんなバッジがあったりして、いろんな特技を強化できたりして、もうどのモンスターも隔てなくいろんな活躍ができるんで、なのでまあその辺に関してはもう最終的には好みでいいかなって感じですね。まあ例えばキラーパンサーなんかはフィールドでも結構使ったりしますし、またホイミスライムキメラなんかも結構フィールドで使ったりする、またモーモンなんかも最近では結構使ったりするんで、まあそうやってあのバトルロード以外でも使えるモンスターを主体に育てていくっていうのも全然ありだと思います。まああとは単純にその残り1体の枠、そのアット1ですね、アット1に関してはフレンドのやつを誘えたりするわけなんで、まあなんかすごく強くて、でなんか別にこうフィールドで使わないよねみたいな、まあ例えば竹槍兵みたいな、そういったモンスターに関してはフレンドの強いやつを借りた方がまあ結構こう効率的ではありますよね。まあただこう雇う際にしっかりとステータス見てください。まあ例えばこういうやついるんで、まあこのチクタクみたいなね、右手も左手も何も装備してね、であとはね、あの防具も何も装備してね、アクセも何もね、バッジも何もね、まあこんなやつがねたまにいたりするんで、なのでしっかりとこうまず HP がだいたいこう4桁とか超えてればだいたいいい感じのバッジつけてるんで、まあ、なのでそういったところしっかりチェックして雇ってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはバトルロードフィーバーということで、9月1日から始まります。あとこの動画を投稿してる時点から2日ぐらいしかないですけど、初心者の方今のうちにできる準備とか、もしくはフィーバーが始まってまあどういうことをすればいいのか、まあバッジを作るとか、まあそういったことを今回の動画でまあ知ってもらったらかなり嬉しいです。今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。